レインボーシックシージプレイヤーの皆さん、ごきげんよう。どうも隊長です。はい、まあ、今回の動画なんですけど、まあ、レインボーシックシージにおいての、まあ、UBI ソフトさん、まあ、運営なんですけど、運営側がね、質問コーナーみたいなやつを開いてるんですよ。まあ、質問コーナーとはちょっとかなり大雑把な表現だと思うんですけど、まあ、なんかレインボーシックシージ、まあ、デブチーム、まあ、これ開発チームがみんなの質問に答えるよみたいな感じで、レディットっていうね、ウェブサイトかな、ウェブサイトで、まあ、開いてるということで、まあ、ちょっとそれのね、まあ、質問、まあ、みんながどういう質問してるのかなってちょっと気になったし、まあ、UBI ソフトのその答え返答もねちょっと気になったんで、5つだけねピックアップしました、とりあえず。で、まあ、またちょっと気になるのがあれば、どんどん同じような動画撮っていこうかなというふうに思います。じゃ早速ね、最初の質問から見ていこうかなと思います。まあ、これはですね、まあ普通に、まあ直訳するとですね、まあ調子どうなのみたいな、そういう感じですよね。まあここにもね、まあ書いてあるんですけど、まあ調子はいいですよと、順調ですと。で、まあ今年はね、まあちょっと厳しい、まあタフイヤーって書いてあるんで、まあ厳しい年になりましたと。まあだけれどね、まあ今後もね、何年経ってもこのゲームをね、皆さんの納得いくような形にしていきますので、まあ、よろしくお願いしますみたいな感じで書いてありますね。まあめっちゃざっくりなんですけど、まあ、今回の役はねマジでざっくりですね。はい、ちょっとね全部読んでると時間なくなっちゃうんでね。これ来たね。ちょっとこれも面白いね。はい、まずねこの質問ね、ちょっとざっくり見た感じだとね、まあ100オペレーター、まあ、つまり CG の UBI ソフトっていうのはまあオペレーター100人を目標にしてるんですよ。まあこれはね、まあ結構皆さんも知ってるかなと思うんですけど、まあこれについてちょっとどう思うかっていうことですね、これつまり。まあ現実的であるのかっていうことですよね、多分。実現できるのっていう。で、まあ100人のオペレーターしたいと考えたと。モントリーチ、マンデットオペレーターズって書いてあるんで。この辺はね、なんかその最初の頃の話をしてて、20人しかまあオペレーターいなかったわけで、まあ、そこから10人選んだと。で、そうなってくると、やっぱメタとかね、多様性が、まあ、少ないよと。決まってきてしまう立ち回りとかがあってしまう、まあそれメタって言うんだけども、まあそういうことですよ。まあそれじゃ面白くないよって多分言ってんのかな。そんなこと書いてねえよ。まあそういうことだと思います、でも。まあね、100オペレーターね、もし達成したらね、まあこれはね、CG にとってもシンボルってことかな。うん、強いシンボルって書いてあるから。はい。まあ確かにそうだよね。100オペレーターってすごいよね、ぶっちゃけね、考えたら。まあ、数減らしてますね、実際だって。前までね、シーズン変わったら、2人オペレーター出てましたよね、攻撃と防衛で。でも、まあ、1人ずつになってると。まあ、そういうことですよと。まあ、そういうふうにやっていきますってことを書いてありますね。ということで、これちょっと普通に面白いね。次いきますか。次ね、バトルパスですね。いや、バトルパスの変更ありましたね。これね、まあ、つまり、なんかバトルパスに、変更点あるみたいな、これから。やる予定あるみたいな。リアパスは戻すつもりありますかみたいな。まあ、UBA の返答が、まあ、バトルパスにですね、この、まあ、今回からそうなんですけど、オペレーターをね、追加しましたよね。そう、なんかバトルパス買えば、新しいオペレーターも、まあ、自動的に、購入されたことになると。まあ、ハッピーなんで、まあ、いいと思っていると。まあ、つまりこれね、バトルパス今後もね、まあ、変更していくよと。イヤーパスに関してはね、ちょっとイヤーパスは僕ちょっとあんま使ったことないんで分かんないんですけど、そのいろんなバトルパス買うことによって、イヤーパス買うことによって、まあ、いろんな特典があると。ただ今回はね、イヤーパスをなくしたことによって、まあ、やっぱそれぐらいの満足いくようなものは、まだできていないってことですよね、多分これ言いたいの。だから、まあ、そういうのもね今後調節していくよっていう感じでね、書いてあると思います。なんかニュータイプオブバトルパスって書いてあるから、まあ結構バトルパスもね考えてるんでしょうね。はい、次の質問、これ来たな。ランクのリワークに関してですかね。まあなんかやっぱ今ランクもそうなんですけど、 MMR だね、これ。 MMR に関してかな。で、まあこれに関してね、 UBI は、まあ、まだシェアする内容はないよっていう感じですかね。ただまあなんかちょっと加えた変更があるらしくて、これは MMR をね非表示のままにしていると。まあ確かにそうだね。まあでもそうすることによってなんかストレスに左右されず、まあ次のシーズンを楽しめるよっていう風に書いてありますね。メンタルゲーですよね、ぶっちゃけね。ランクに、今のランクに関してはだってさ、まあ僕最近 APEX やってるんだけどさ、その APEX ってさ、まあチャンピオン取ればさ、200だっけ、200以上の、まあ、ポイントが取れるわけじゃないですか。
で、まあ、初動で落ちたとしても、まあ、僕今パラチャンタイなんですけどマイナス36とかだったんですよ。めちゃくちゃ良くない？負けても36しか減らないんだよ。そうで、キルポが多ければさ、どん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 200に近づいていくと、まあ、214だっけ224だっけちょっと忘れちゃったんだけど、なんかね、シージって、ね、勝つか負けるかで、まあ、大きく変わっていくと。で、負け続ければ、まあ、ランクどんどん落ちていくんだよね。で、負け続けることって普通にあるから、このゲームはね、まあ、今の現状だとね、今何バリケグリッチとかなんかいろいろあるんだっけ。まあやりたいと思うプレイヤーも少なくなるわな、そんなんやってたらな、まあ、当たり前ですよねそんなこと。はい、まあ、ちょっと今また関係ない話しましたが、まあでも改善する予定あるっていうことですね。これは当たり前ですよ。はい、はい、次最後来たー。うわ、これ来たか、これ来たな。これね、マウスとキーボードの話だから、コンソールビズコンプレックスイッシュ、まあ複雑な問題だよねと。本当にそうだと思う。これはね、この質問してる人も多分その、まあ、つまり SIM、コンバーターをね、まあ、検証を見つけることって探知っていうかな、まあ、難しいことを承知で多分この質問してますね。はいはいはい。で、まあ日本ではね、マウサーとかね、コンバーターとか言うんですけど、海外ではね、MNK っていうみたいです。はい、マウス&キーボードって意味かな。まあ、この前もね、話したんですけど、まあ、UBS ソフトはやはりね、マウスに関してはかなり、まあ、重要な問題だと書いてありますね、ここにもね。はい、今後ね、何ヶ月か以内になんかテストをやるみたいなこと書いてありますね。しっかりとね、そのマウス&キーボードが検証されたら、まあ、先に進めると。で、これはちょっと解決策がね、やっぱ難しいみたいで、まあ、どの FPS も書いてありますね。まあ、ちょっとトリッキーな問題だと。まあ、これを解決するためには、まあ、一応ね、まあ、デブチーム、まあ、開発チームも、まあ、しっかりね、力入れていくよっていうことは、まあ、しっかりここに書かれてますね。はい。まあ、そうだね。まあ、やっぱりどのゲームでもやっぱ問題なんだろうな。いやでもなんかな、もうね、マウスに関してはどうなんだろう。まあ減らないからね、なんなら増えてってるから、この問題はちょっと、もうコンバーター売るの販売やめるしかないよ。だって検出難しいんだもん。まあでも検出に力入れてるってことだからね、まあちょっとこれは期待していきたいなと思います。ただ結構まあ先になるかもしれないですね、やっぱりこれはね。はい、ということで今日はですね5つ、まあ、紹介しました。まあ、めちゃくちゃねちょっと、まあ、大雑把だったと思うんですけど、なんとなくね、まあ、UBS ソフトさんが言いたい、開発チームが言いたいことはまあ分かったと思います。まあ、CG ね、本当にこれからも良くしていきたいってことはね書いてありましたんでね、楽しみです。まあ、ということでね、今回はご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。